フレタの商店通りで襲われていたところを我々が保護した。彼が襲撃を受ける直前まで一緒にいたというニコラ・フランチェスカだが、ファルチェ地区に彼の拳銃が残されていた。結婚と共にな。そうか、オリバーを助けてくれたこと心から感謝する。グラッツェ、ロベルト。警察として当たり前のことをしただけだ。わざわざ礼を言われる筋合いはない。裁判が終わるまでお前たちも身の回りには注意するんだな。ダメだ。病院はこの屋敷よりも無防備だ。裁判が終わるまで私は絶対に死ぬわけにはいかない。医者を呼ぶ。悪いが応急処置を任せていいか。感謝する。まず顔を冷やしてくれ。裁判当日に顔を晴らした弁護士が現れてみろ。私は法廷の笑い者だ。ダンテに会ってくる。ニコラのこと、これからの出方、電話で済ませぬ話じゃねえ。俺も連れて行ってください。自分のファミリーのアンダーボスが生死不明なんて、そりゃ黙ってられねえよな。いいぜ、レオも来い。ありがとうございます、シニョレ。本当はこの状況下であんたを外に出したくねえんだけどな。外は冷えるからコートを忘れんなよ。先ほどこれが届いた。向こうからの要求はないが、何を言いたいかは一目瞭然だ。そうだ、ニコラを返してほしいなら
ディスコンティに協力するなと言いたいんだろう。これは俺がどうこう口を出す問題じゃねえ。言っとくが、ファルツォーネが手を引いたからって恨み事を言うつもりはねえよ。俺を侮るなよ、ギルバート。あの夜、教会ですでに言ったはずだ。俺たちはこのブルローネの町を守るため、ディスコンティに協力する。カポ、けど俺の決定に口を挟むなレオ。俺たちマフィアという組織のあり方はお前もよく知っているだろう。ニコラがまだ生きているという保証はない。俺が手を引いたところで奴らがおとなしくニコラを返すとは思えない。本当にいいんだな、ダンテ。くどいぞ、ギルバート。俺たちはこんな脅しには屈しない。俺はマフィアと呼ばれたその日から、殺すことも殺されることも覚悟してきた。それはニコラも同じだ。だからこの決定が覆ることはない。ファルツォーネの意思、確かに受け取った。大丈夫ですよ、きっと。ディレットーレ、例の男ですが、まだ吐きません。いかがしましょう。ディレットーレ。そろそろお客様がいらっしゃる時間です。残念ですが、処理しましょう。かしこまりました、ディレットーレ。大丈夫ですよ、きっと。ギルバート・レッドフォードは全知全能の神に誓う。この法廷において偽りの証言をせず、真実だけを述べることを。
被告人の罪状はアメリカドル紙幣の偽造および偽造紙幣の行使。ビスコンティはアメリカから多くの品物を輸入している。支払いの多くはドルだ。そのためこの国の紙幣であるリラではなくアメリカドル紙幣の偽造を行ったと考えられる。異議あり。被告人レッドフォードに尋ねたい。君はドルを偽造する必要があったのか。いや、ドルなんて俺には必要ねえな。その理由は。取引先がアメリカの企業や人間だからって支払いにドルを使うとは限らねえだろ。何？俺の取引はドルに限ったもんじゃねえ。裁判官、そして陪審員の方々、ぜひ手元の資料を確認していただきたい。ビスコンティにおけるここ数年の帳簿だ。ドルでの取引は全体の1割程度にとどまっている。考えてみてほしい。高額な買い物をする際、それもアメリカ大陸から輸入したいとき、我々は代金を現金で支払うだろうか。道中の危険を承知で大金を抱え、飛行機に乗ってアメリカまで渡り、現金と引き換えに品物を受け取る。レッドフォード、君はそんな買い物の仕方を選ぶのか。いや、大金を持ち歩くのはあまりに危険だし不便だ。なんせ重たいからな。イタリア王国の裁判は陪審員制だ。陪審員は法知識などない一般人ばかり。だから誰にでも分かるように話さなければならないし、市民を味方につけるような振る舞いが必要になる。彼らが味方になってくれれば、自然とこちらに有利な流れになるはずだ。その点、ギルバートは見栄えもするし、よほどのことがない限りうまくいくだろう。俺たちが何かしら買い物をするとき、金は銀行を介してる。記録にしっかり残ってるはずだ。異議あり。それでも現金での取引を全く行っていなかったとは言い切れない。ま、食料やら身の回りのもんは現金払いだな。クレタのジェラテリアは小切手が使えねえんだ。しかし高価な買い物で銀行を間に入れねえのは不安でな。現金で払ってたんじゃ、何をいくらで買ったのかすぐに忘れちまうだろう。言っておくが、ビスコンティの財務管理は完璧だ。何せ私が直々に管理しているのだから。事前に提出した資料を見ていただきたい。ビスコンティの納税書類の写しも添付してある。ウィスコンティに裏金は存在しないと？ああ、いくら洗ってくれても構わねえ。俺たちが
清廉潔白だってわかるはずだ。しかし多くの取引で銀行を介しているのだとしても、このブルローネにおける取引では現金を用いて直接交渉しているのでは。なるほど、検察官殿はマフィアの商売をよくご存じないようだ。これはこれは、ようこそいらっしゃいました、ファルツォーネ様。カジノにいらっしゃるのは久々ですね。久しぶりにご尊顔を拝することができ嬉しい限りです。挨拶はいい、早く部屋に案内しろ。ところで、お顔の色が優れないようですが、どうかなさいましたか？ご要望とあれば、温かいお飲み物でもお持ちいたしますが。今回は手間を取らせたな、パリス。なに、ファルツォーネには君のお父様の代から世話になっているからな。これくらいのこと、手間でもない。助かる。この礼はいずれ必ず。もちろん、ビスコンティが何らかの物品を仕入れ、対価として金を支払うことはある。だが、ビスコンティがこの町でメインとする仕事は、安全かつ速やかに取引を行うための仲介だ。そうだな、レッドフォード。ああ、取引が成功すれば、彼らは俺たちに深く感謝し、その礼に仲介料を支払ってくれるってわけだ。多くの取引においてビスコンティは金を受け取る側で払う側じゃない。仲介料をありがたくいただいて、その礼に偽札を渡すとでも。レッドフォード、ビスコンティがそんなことをした覚えは？一切ねえな。そもそも俺は偽札を持ってねえ。仮に持っていたとしてもだ。相手だってバカじゃねえんだ。怪しんで受け取らねえよ。だが、仲介された者同士は金のやり取りをするんだろう。その中に偽札を紛れ込ませることくらいできるんじゃないか。なるほど、それは一理あるかもしれない。レッドフォード、実際のところはどうだ？重要な取引ほど現金で行われることが多いからな。そこに偽札が紛れ込むと面倒だ。しかしだ、彼らに気づかれないようにケースを開けて偽札とすり替える。そんな魔法じみた真似俺にはできねえな。そんなものはただの奇弁だ。実際に偽札が出回っているというのに。それだけ主張するということはできるのかな、検察には。だとしたら、ぜひともご教授願いたいところだ。早速ここで実演してもらおう。
ああ、俺たちも高額のためにぜひ参考にさせてもらいたい。だが片方とグルになればもう片方に偽札をつかませることは可能では。ビスコンティがコインにしている取引先ならそうした手段も取れるはずだ。こちらにも調べがついている。いくつか怪しい取引相手もあった。レッドフォード、検察が主張する行為の経験があるのか。いや、ねえな。口で言うだけならどうにでもなる。出せるものなら出してみろ、証拠を。そうは言っても検察官殿もご存知だろう、やっていないことの証明は難しい。何しろやっていないのだからな。出せるものといえば彼の証言くらいだ。彼はこの法廷で聖書に手を置き誓った。嘘を偽りなく証言すると。いや、マフィアが神を信じているとは到底思えない。口だけの誓いなど簡単に破れる。いくらでも嘘をつけるはずだ。では証人を呼ぶとしよう。彼がいかに信心深く清廉潔白な人物であるか証明できる人物を呼んである。裁判官、証人を入廷させても。許可します。いや、なんだこいつ、誰です？協力者だと思っておけ。俺たちがラオ州が偽札の原版を再利用しないよう回収しに来たらしい。それ協力者って言うんですか？まさかこちらの動きに感づかれた。大丈夫、まだ気づかれてない。向こうの動きには敵意がない。やあ、戻ってきたよ。工場から伸びてた配線全部切ってきたね。なるほど。俺は電話線を切れと言わなかったか？言ったよ。けどどれが電話線かなんて見ただけじゃわかんないもん。だろうな。だから手当たり次第全部切ってきたよ。電話線もバッチリ切れてるはず。今が好機だな。派手に遊んでやれ。静粛に、静粛に。裁判中です。
証人、氏名をお願いします。私はヨゼフ・フォン・ロズベルグ。ロズベルグ芸家、あなたは普段どのような職に就いているのですか？峡谷にて聖職者を務めている。陛下を呼びたいだって。今の時代、裁判は勢いが大事だ。どれだけ立場のある人間を証人として呼べるかってのも重要になってくる。その点、ロズベルグ卿なら俺の人となりを証明するにはうってつけだ。オルロック、頼む。俺とロズベルグ卿の間を取り持ってくれ。陛下は現世のいさかいには関わらないと思う。それに裁判前は宣誓するはず。陛下は決して嘘はつかない。だから峡谷だってブルローネを失いたくはねえだろ。ブルローネは金を生み出す町だからな。それも峡谷がこの町を気にかける理由だろ。この町の儲けの一部は峡谷に行ってるわけだからな。もちろんただでとは言わねえし、ロズベルグ卿に偽証なんて頼まねえよ。だからまずは条件だけでも伝えてみてくれねえか。この度はブルローネに足を運んでくださりありがとうございます、ロズベルグ芸家。早速ですが、レッドフォードとはどのようなご関係ですか？彼は峡谷に寄進を申し出てくれた。信仰心の厚い、神を信じ敬う人物。証拠を追加で提出する。この書類は今までにビスコンティが教会や教国に申し出た寄進の明細をまとめたものだ。待ち上がれ！あ！てめえ、どこに行くつもりなんだ？え、
いきなり何するんですか。俺は何も。分かってるんだよ。傍聴席に子飼いの人間をよこすだろうってことくらいな。検察の旗色が悪いって伝えるつもりだろうけど、俺たちの邪魔はさせねえ。しばらくおとなしくしててもらうぜ。めちゃくちゃしやがって。これだからガキは。ラオシュウだ。ラオシュウが攻めてきた。なんでこんなとこにラオシュウが。逃げる奴は放っておけ。用があるのはこの廃工場を、原盤を守ろうとする奴らだ。了解。早く逃げないと殺しちゃうよ。ラン、そいつもう死んでる。次行くよ。歯ごたえのない連中だな、まったく。少しはあがいてみせろ。まずい、下がれ。現場は持っていかせない。うおいい腕だ。波の人間であれば何が起きたかも理解できんだろう。ストロンツォ。
待て、ここまで来て逃がすと思うか。戻れリー。お前たち外に出ろ、早く。なんで、今いいとこなのに。黙って出ろ。裏に回れ、一人も逃がすな。無事だったか。なんとか。彼らも随分思い切ったことをする。ああ、このありさまでは原盤は失われたな。あ、原盤ならここに。ギルバート・レッドフォードを無罪とする。感謝する。俺の無罪を信じてくれたみんなに。では、そろそろおいとましようか。あ、そうだな。時間を取らせて悪かった。とんでもない。またいつでも連絡してくれ。パルツォーネ様、本日のご商談はつつがなく。お相手は早々とお帰りになられたようですが。いや、今日の仕事はこれからだ。